1958年の津波の翌週に撮影された、リツヤ湾。リツヤ湾とは、北アメリカ大陸の北西部、アメリカ合衆国のアラスカ州の南東部に存在する、太平洋に面した小さな湾の一つである。アラスカ州の州と樹濃の西方、約 200km に位置する。 氷河に削られて形成された、急旬なフィヨルドで、奥行き約1 2トル幅約3キロメートルと細長く、湾の奥で T 字型に曲がった両側から氷河が流れ込んでいる。1786年7月に、フランスの探検からアペルーズによって、初めて調査され、フランセ湾と名付けられた。この際に、湾港付近の促進に向かった2隻のボートが激しい。 潮流にさらわれ転覆し、上院21名が落命する事故が起きた。犠牲者の死を悼んで湾の中央に浮かぶ島の名はボヒを意味する瀬の田府島とされた。1958年7月10日にアラスカで起きた M7.7 の地震により、湾の奥で大規模な山体崩落が発生し、湾内の岸は高さ500メートル以上に及ぶ津波に見舞われた。これは、波高の点で、 これまでの記録に残る最大の津波とされている。セナタフアイランドアメリカ地質調査所、リートヤベー、アラスカ1958-07-16時15分53秒、アトックマグニチュード7.7。ありがとうございます。